よしおです。あいかです。よしおとあいかのゆるゆる哲学のお時間です。ゆるゆる哲学では自分で自分を幸せにするための哲学をお伝えしています。はい、それでは今日のテーマを発表します。はい、お願いします。はい、今日のテーマはこちらです。でん、幸せな人と不幸な人の違い。おーですね。ですね。いいテーマですね。いいテーマですね、これはね。はい、はい、で、まあ、愛花が考える、まあ、幸せな人っていうのはね、はいはい、こんな感じかなみたいな、うんうんうん、お金がある幸せでしょ、うんうんうん、結婚してる幸せじゃない、うんうんうん、仕事が充実してたり仲間が多かったり、うんうん、友達が多かったりっていうのが、まあ、いわゆる幸せな人かなって思うんですけど、ゆるゆる哲学では幸せな人の概念がちょっと違うんだよね。そうですね、ちょっと違いますね、うん、あの確かにこういう条件も幸せになる要因の一つではあるんですが、うん、ゆるゆる哲学ではもっともっと根本的な部分、うん、もっと一番こう底辺、そこにある部分をもっと定義しています。なるほど、はい、では幸せな人とはこんな人です。はい、逃げ足が速い人。もうね、全くわからない幸せで逃げ足が速いってどういうこと、うん、まあ、これだけだとちょっとまだ漠然としてわかんないよね、うんうん、でももっとわかりやすく言うとこういう感じです。幸せな人は我慢することが嫌い。なるほどなるほど。幸せな人っていうのはまあなんて言うんだろう、不幸から逃げるんですよ。なるほどね、うん、例えば、うんうん、僕めちゃめちゃ漫画がすごく好きで、うんうん、まあ、知っての通り、うん、あの漫画が好きなんですけど、例えば、ワンピースのルフィいるじゃないですか。ルフィね、有名だよね、うん、有名です。俺は海賊王なるっつってめちゃめちゃ海賊王になるためにやってるんだけど、うん、やることってあいつって食うことか、うん、強くなるために使用することだけじゃないですか、まあ、それくらいしかないよね、うん、でも海賊王になるって言ったら海賊になるために航海士の勉強をしたりとか、はいはいはい、例えばあの料理を作ったりとか、うん、ね、剣士の勉強したりとか、うんうん、考古学の勉強したりとかしなきゃなんないじゃないですか。確かに。でもそれは俺はやらんって言ってるじゃないですか。確かにそうだね。そうで、そんなこと我慢するぐらいだと俺は自由でいいって言うじゃないですか。うん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 、なんかあの大海賊団の村長もやだ、船長もやだって言ったじゃないですか。言った言った言った。言ったよね。そんな自由に縛られるんだったら、不自由になるんだったら俺はやらんって言うじゃないですか。うんうんうん、っていうふうに、幸せな人って自分が何をするかとか幸せにするかって分かってるんだよね。なるほど。自分を幸せにしてくれるものを分かってるんだよね。うん、そう、分かってる、ね。そういうこと。うん、なるほど。つまり、まあ、もうちょっとこう分かりやすく言うとこういうこと。自分の幸せを感じることを深めたりとか、ステージを上げる努力は好きなんだよね。確かにルフィは、うん、自分が海賊王になるために自分の力を磨くっていうところは努力してる。そう。だからいろんな技を覚えたりとか、うん、強い敵に戦って倒したりするよね、うんうん、だけど自分が幸せを感じないものは、うんうんうん、はっきりノーって言うじゃん。確かに、うん、大海賊団の長もやらないって言ったもんね。やらない。そう、俺は航海もやらないし、うん、料理も作らないしって自分の幸せを分かってるんだ。うん、なるほど。じゃあ逆にね、うんうんうん、不幸な人っていうのはゆるゆる哲学でどんな感じで定義されてる？不幸な人は、まあ、逆に、幸せな人とは全く逆で、うん、もう何があっても我慢する人。こんな感じだ。こんな感じ。そう、不幸な人はどれだけしんどくても我慢しちゃう人。あー、うん、なるほどね。何でも引き受けちゃう。そう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 、そう、そういうのもそうだし、例えば、DV の、あ、うん、奥様とかね、こうよく問題になるんだけども、相方っていうのも逃げればいいんだけど、うん、我慢しちゃうんだよね、うん、いや、今この場さえ我慢すれば、うん、この瞬間さえ我慢して、どんだけしんどくても我慢すればいつか幸せになれるかもしれない、うん、あの人は変わるかもしれないって言って、ずっとその我慢をずっとし続けるから、ずっとそのままの現状が続いちゃうんだよね。そっかそっかそっか、うん、この場さえ乗り切ればって思うけどね。そう、乗り切ればって言ってるんだけど、でも幸せになろうとする努力はしてない。確かに、うん、じゃあまとめるとこういう感じ。幸せな人は我慢が嫌い。そう。でも自分が幸せになるための努力は好き。反対に不幸な人は我慢が好き、うんうん、でも自分を幸せにするようなことに対する努力は嫌いっていうことだ。全くその通りです。ゆるゆる哲学では幸せな人と不幸な人をこのように定義しています。うんうんうん、なので幸せになりたい、そんな時はもう我慢をやめてしまいましょう、はい、我慢をやめて自分を幸せにすることって何だろうっていうことに対してものすごく探求心を持ってほしいなと思います。そうですね、うん、我慢をやめて自分を幸せにする努力をしよう。そういうことですね。はい、と、はい、いうことですね。ゆるゆる哲学では
自分で自分のことを幸せにするための哲学を配信しています、はい、もうぜひ幸せになりたいという方、うんうん、チャンネル登録をして一緒に吉尾大賀と一緒に幸せになりましょう、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。